はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はゲレネバーアクシズの脅威部レーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。ティターンズの戦い最終局面に差し掛かっていまして、残っているティターンズの拠点はグリプス2のみになっています。舞台を集結させて攻め込んでいきたいと思うんですけども、まあ、イベントもね、しっかり見ていきたいので、先にイベントをね、進めておきたいと思います。まずは、ティターンズ潜入作戦ですね。これ実行します、はい。ティターンズ潜入作戦を開始します。この作戦には、元エウーゴのメンバーを参加させます。朗報をお待ちください。で、イベントを進めつつ、グリプス2に攻め込んで、敵の生産を止めていくという作戦も行います。では時間を進めながらグリプス2攻略作戦始めていきましょう。グリプス2制圧作戦発動しましょう。これより我が軍はティターンズ本拠地グリプス2に対する攻略作戦を開始する。間違った理想を掲げ多くの人々を死に追いやったジャミトフを打倒し、地球圏に平和をもたらすのだ。諸君らの健闘に期待する。報告します。我々はティターンズの研究施設に潜入し、ガンダムマーク2の奪取に成功しました。しかしティターンズの追撃は厳しく、ジャブローへの帰還が遅れそうです。我が社は機軍に協力するためガンダムマーク2の奪取作戦ですね。これ成功したみたいです。ではイベントを進めていますが、グリプス2に侵入して敵の生産止めましょう。連邦、敵エリアに侵入しました。ティターンともに50ぐらいのエリアと投入してますね。はい、まあ無理はせずですね、生産はこの後も続けていきますので、イベントも並行して、さらに開発も並行して進める、まあ、そういうプランニングでいきたいと思います。舞台はこのまま進行を行って拠点に居座りましょう。そこで敵を迎え撃ちます。まあ、数がまあ近い数ということもあって敵も迎撃に出てきましたね。なので迎撃に出てきた敵部隊を格好撃破する形で削っていきたいと思います。ここにはブレックス、ドコスギアに乗って出撃してもらっています。まあ、ドコスギア前面に出してもそうそうは落とされないと思いますので、このドコスギアを前線の拠点として使っていきましょう。では反撃です。まあ、この1回目の反撃でどれくらい敵を落とせるかっていうのでね、攻略のスピードが変わってきますので、まあ、この一撃目重要視しています。ダンケルのギャプランを撃破。敵の殲滅に成功。現場にて警戒態勢に移行する。てめえらなんて一発あれば十分だ。まだ死ねない。リックディアス、カイに乗ってるのがフェデリックですね。守らなくてはならない人がいるから。マウアは撃破です。シロッコはメッサラン乗ってます。そろそろね、シロッコも新しいものに乗り換えてもらいたいなというところなんですけど、ここは無難にヤさんの乗ったギャプランを撃破してます。スレッガーさんもねまだ健在なんですよね。一年戦争で死なずにここまでしっかり頑張ってくれてますね。リックディアスに乗ってます。一撃目の反撃としては良かったかなというところですね。では続いて第二撃目の反撃です。まあ、モビルスーツの消耗戦になっているので、反撃の時にいかに効率よく敵をね、確実に仕留めていくかっていうのが、消耗戦を乗り切るコツになってくると思いますので、集中攻撃して確実にユニットを破壊していきましょう。ロザミアのギャプランを撃破です。消耗戦に勝利できれば、生産を止められれば、もう勝ちはね、見えてきますからね。敵の動きは止まってるんだ。行くよ。チェーン、そしてケーラも、加入してくれてますね。もうね。これが戦闘の恐ろしさか。まあ、チェーンはともかく、ケーラはパイロットとしては、まあ
エースとまでは言わないですけど、それなりに強さあるので使えますね。まあ、リックディースもしっかり機能してくれてるなっていう感じがします。ライラとエマ舞台でしたね。ここはシロッコ、モンシアやペイトがいるところ。敵はマラサイですね。格闘戦に持ち込んで撃破できればというところです。なかなかやるじゃねえか。私のじゃ、ここはシーマです。シーマはまだメサーラなんですけどね、しっかり敵を撃破してくれていますね。報告します。敵の追撃は予想以上に厳しく、ジャブロー到着まであと少し時間がかかりそうです。情報部より敵軍事技術の脱出に成功したと報告がありました。これ行っていますけども、ご覧いただいた通りイベントも並行して進んでいます。レビル将軍、我々はティターンズの追撃を振り切り、ダッシュしたガンダムマーク2とともにジャブロー本部に帰還しました。なお、これでマーク2が使えるかもしれないですね。民間人の少年カミーユ美談とティターンズから投稿したエマシーンが我々への協力を申し出ています。パイロットとして使えそうです。配属先を決めてください。これ大きいな。はい、マーク2ですね。ティターンズ仕様になってますけども、まあ、カミーユを乗せてあります。使っていきましょう。報告します。エウンゴのメンバーが政府に軟禁されていた入隊、報告します。はい、アムロが解放されるイベントが出まして、ニューガンダム開発計画が提案されています。まあ、これまだグリップ2の攻略作戦の途中ですけども、ニューガンダムの開発計画発動していきましょう。お金を貯めていきます。では、ニューガンダム開発計画発動です。了解しました。開発部の報告をお待ちください。開発部より。はい、ニューガンダム開発完了してます。まだフィンファンネルはついてませんね。そして第5世代モビルスーツ開発計画。これ見た目はペーネロペーに見えますね。これ早速ペーネロペー作りたいな。予算投入しましょう。はい、では技術レベルもマックスまで上がりきりましたので、グリプス落としちゃいます。これでティターンズ編、まあゼータガンダム編っていうんですかね、完了という運びになると思います。報告します。我が軍はティターンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。ティターンズは滅亡です。レビル将軍、コロニーより全世界に向けて放送が行われています。シャア・アズナブルによるネオジオンの設立、それは地球圏を揺るがす一大事件であった。民衆から絶大な支持を受けるシャアの決起は多くの賛同者を得て、瞬く間にネオジオンを一大勢力へと押し上げたからである。父ジオンズム大君の理想を語るシャアの出現は地球圏に新たな激動をもたらそうとしていた。はい、第3部逆襲のシャア編になります。将軍、ネオジオンはサイド1、スイートウォーターを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開しています。あの赤い彗星のシャアがジオン大君の忘れがたみだったとはな。復讐？それとも
それ以上のものを求めているのか。開発部より新兵器の開発が終了したと、はい、ではですね、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。ペーネロペーなんかもね、今開発進めてるので、さらにフィンファンネルなんかもニューガンダムに装備できればまた面白い展開になるかなと思いますので、ぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。